とにこんな場所が。イーラのアルスの腹だ。ここが寿命を迎えたブレイドがアルスへと生まれ変わるために訪れる場所。では私たちもいずれアルスに。懐かしいの。800年ぶりになるかの。青龍様もここで。わしもこのイーラから生まれたブレイドじゃからの。もっともブレイドであった頃の記憶はないが、一度アルスとなったブレイドは同調したドライバー亡き後も生き続ける。やがて新たな大地となり、ドライバーたちの子孫を守り育む。刹那の関係が永遠のものへと変わる。イーラの信仰の対象さ。永遠のもの。さてどうします。熱はしばらく待つと言っていましたが。信じられるでしょうか。嘘ではないと思う。根拠は。楽しんでるのよあいつ。ならその最も楽しい瞬間は棒に振るはずない。人間は死にたがっていると言ってたが。その背を押すとも。神が遣わした存在か。